ジョシュア・ザークツィーは、オランダスヒーダム出身のサッカー選手。RSC ・アンデルレヒト所属。ポジションはフォワード。日本では、ザークツィーと表記されるが、オランダ語では、ジルクゼー。英語では、ザークジー。ドイツ語では、ジルクゼーが近い発音。アドデンハーグ、フェーノールトのユース出身だが、2018年に、フェーノールトとの契約を選ばず。 FC バイエルンミューンヘンの下部組織に加入した。2019年12月 UEFA チャンピオンズリーグ第6節のトッテナム戦で途中出場からトップチームデビューを果たした。12月19日第16節の SC フライブルク戦でリーグ戦デビューを果たすとファーストタッチで決勝点を決めた。2021年2月1日 パルマカルチョ1913へのローン遺跡が発表された。2021年8月3日、RSC アンデルレヒトへのローン遺跡が発表された。ナイジェリア人の母親とオランダ人の父親の間にオランダで生まれており、ユースレベルではオランダの代表を選択している。2017年には16歳以下オランダ代表として、クラブのチームメイトバウターブルヘルやクリセンショ、 ソンマーフィルラと共に国際大会のため来日した。ありがとうございます。